毎度です、えー、ついについに作りましたえー、っとね桃用ですね PCD6 結の p c d 7 0ミ、mm、リの6結のえー、っとアルミ削り出しのビレットの保温ボタンですめちゃめちゃできるです今回はかなり ヌルテカにポリッシュされてます。まあ、ああの、細かいヘアラインは、あの、ご勘弁くださいということで。で、ちょっと、えー、これを説明いたしやす。よいしょ。3つに分解できます。分解するときに、この板がグニってならないように、慎重に外してください。かなり、えー 手がプルプルプルって震えながらですけどゆっくりゆっくり徐々に徐々にこれ出荷時にねちゃんと分解されてればいいのになとは思うんですけどはい分解しましたでこれをまずボスの上とステアリングの下に、えー、置きましてで、えー、ステアリングを今度置いたら今度こいつを ステアリングの上からパチンってはめます。で、これはパチンとはめるだけなので、なんかネジとかそういうあれはないです。で、仮止めをしたらですね、まだちょっと入ってないですけど、入ったということにして、この子が、あのー、この子にくっつくようにしてください。要するにアースですね。で、 えー、ステアリングコラムからアースが伸びてると思いますね。そのアースをここに刺してください。えー、このアースマークがあると思うんですけど、ここに。わかるかなこの郵便局みたいなマークね。で、それで、えー、ここの本が押されると、通電するわけですね。アースがね。で、よいしょ。 ここの黒いところに、この子が、ぐにっとはまります。そんなに、ここは硬くないです。そして、この、ホーンボタンカバーごと、あボルト止めします。で、ボルトが、ボルトの部分がですね、約、2.5ミリぐらいの厚みがありますんで、えー、その、付属のですね、 えー、お客様が買ってくれた付属のボス、モ,モボスの方が、あの、ビスが短いとちょっと困っちゃいますね。で、えー、穴系はですね、5点にあるので、M5 のネジも、あのー、多分入っていくと思います。多分っていうか、入っていくと思うんですけど、あのー、 海外はですね、M4 とかですね、えー、っと、インチネジだとナンバー8ですね、えー、の32。30、まあそれは別に、あの、ピ,ピッチだからいいんですけど、えー、っと、ナンバー8か、または M4 のネジが多いので、まあちょっとここは狭いんですね。ただ5.2ミ、mm、リぐらいありますんで、M5 のネジも入るだろうとは思います。一応付属のネジが、 ここにあるんですけども、これ M5 ですね。はい。よいしょ。うん。えっ、ー、とー、5ミリなので、5ミリのネジが、こうやって入りますので、これで、ステアリングをも止めする形となります。あのー、 モのボタンって黒いプラスチックとかそこのプラスチックのこの透明なとこに何か自分のなんかあの彼女の写真だなんだ自分の車の写真だとかこう入れるのがありますけどこれはそういうのができませんけどももうアルミの無垢の削り出しのヌルテカのポリッシュなのでかなり、えー、ステアリングがかっこよく見えると思いますかっこいいステアリングをよりかっこよくするのではないかなと思います ステアリングの、あ。で、これがですね。ここの部分が、えー、最後、この中に入って。よし。わかるかなこれも慎重にはめていかんとですね。結構。 いわゆるこれですね。これがステアリングに当たらないと困るわけですね。でそのアースの線がここに来て、で、これを押すと、えー、この子に伝わるということになります。で、これを、こう、最後ははめていただいて、穴を、こう、よいしょ。こう合わすわけですね。で、そこでネジでステアリングごととも止めするというやり方になります。 えー、かなり、えー、アルミの削り出しのポリ、あのー、ビレットの、しかも、ヌメヌメポリッシュはなかなか、あの、ないと思います。かなり、かっこいいです。ということで、えー、今日はあ、ステンポリッシュの、ともめ用のモモ、も、え、も、ー、PCD70mm のう、ホームボタン、 の紹介でした。じゃあねー